What are you looking at? よ、相変わらず嵐は来ないか。ああ、春日さんか。見ての通りさ、そよ風一つ吹かねえ。もう心が折れそうだ。春日さんの方は何か収穫はあったか？超巨大扇風機とか。いや、超巨大扇風機はないが。おい、その人か、例の風待ち歌手ってのは。ん？誰だあんた。この人はウィンドシャーマンのトーマスさんだ。トーマスだ、よろしくな。え、今なんて言った？ウィンドシャーマン。ねえ、風の精霊専門らしくてな、そいつを呼び出して暴風を起こすんだ。本気で言ってます？急な敬語やめろ。まあ正直俺もウィンドシャーマンなんて聞いたことねえし、ぶっ飛んだ話だとは思うが、自然現象を変えるような方法はもうこれしか思い浮かばねえ。風の力で農家を助けたりしてたらしいし、ここは信じて助けてもらおうぜ。時間ないんだろ。まあ他に風が吹きそうな案もないし、うちわで仰いでるよりはマシかもな。わかった、頼んだぜウィンドシャーマン。おう、では早速準備じゃ。って、あんたが呼ぶのかよ。仕方ねえだろ、トーマスさんはぎっくり腰で激しい動きができねえんだよ。まあ春日さんはわしの言う通り召喚の儀の動きをしっかりしてくれたら大丈夫じゃ。そこから先は責任を持ってわしが風の精霊と話し暴風を起こさせる。あんたはその中で好きに歌え。なんだかよくわからねえけど、まあとりあえず撮影の準備だけはしておくよ。じゃあ行くぞい、春日さん。わしの言う通りの動きを素早くやるんじゃ。風の精霊はせっかちだから、ノロノロしてるとうまくいかん。頑張れよ。分かった、やってやるぜ。まずはこの海と大地に敬意を示すためにあがめ立てまつる動きじゃ。両手を上げ、両膝をついて20回礼をする。次は精霊の興味を引くためにセクシーな感じで両手を広げて左右に腰を20回振るんじゃ。地味なんだ。よし、精霊の心を掴んだぞ。最後に暴風を求めていることを伝えるために高速で30回転、そして最後にカモンビッグストーンと叫べ。分かった。ゲー
本当に暴風来た。マジかよ。そうだ、撮影、みんな今だ、撮影するぞ。おー、春日さん、トーマスさん、ありがとう、最高の撮影ができたぜ。まさに僕たちが求めていたシチュエーションです。早く編集しなきゃ。正直さっき春日さんが来るまでは内心諦めかけてたんだ。日本に帰って琵琶湖で撮影しようかなって思ってた。シャーマンとか精霊とかも実はピンときてなくて。でも最後まで諦めないで謎の踊りをし続けた春日さん、マジでかっこよかったぜ。本当にあんな風が吹くなんて、信じる力ってやつなのかな。トーマスさんもマジで助かったよ。すげえウィンドシャーマンがハワイにいるって宣伝しとくぜ。そうかそうか、ぜひ頼むよ。最近仕事が減ってきたから助かるわい。これは気持ちばかりだがお礼だ、受け取ってくれ。じゃあ飛行機の時間がギリギリだから俺はもう行くよ。新曲のビデオ配信もあるから絶対見てくれよ。おう、楽しみにしてるぜ。ふう、一件落着だな。えっ、てって、確かにあの儀式は腰に悪いぜ。そうじゃろ、大変な仕事なんじゃぞ。しかしこの風全然やまねえな。精霊、この場所気に入ったのか。かもな。どれどれ、ビッグストーム、ストップなんてね。え、マジか、風が止んだ。俺、シャーマンの才能に目覚めてきちまったか。そうかもしれんな。弟子にしてやってもいいぞ。